もう白濁してくるんですよ、このトロッとね、こんな感じです。サイ&コーじゃないですか、皆さん。さあ、ゲレゲレグラシアス。私は料理研究家としてやっていってたんですけども、その中であれが必要だと思うんですよ。やっぱ鍋ですよね。今ね、暑いんですよ。10月に撮影してるんですけど、来月だって寒くなるんじゃないかなということを見越して私やってるんですけども、絶対鍋の需要が来る。わかるんじゃ、鍋の季節が。今回はね、超簡単に作れる、なんと材料がね、3つで作れる最高の鍋、鶏白湯鍋。本当に美味しいのを、本当に美味しく食べるために、本当に美味しい感じでやっていきます。リュウジのバズレシピ。ちゃっちゃらだけ言ってます。鶏もも肉1枚 300g から 350g の間のやつです。もも肉がいいです。脂っ気があるんで、煮込み料理にすごくもも肉は適してます。はい、胸肉だと硬くなっちゃうんで、もも肉にしてください。煮込めば煮込むほど柔らかくなるんで。こいつはニンニク2つ、ネギです。キリキリと2本です。じゃあやっていきたいと思います。ということで、まあなんかお約束だともうここで飲むんですけど、もう飽き飽きしてない、みんなね。だからもう今日はね、理由付けとかなくて、酒を飲むのに理由がいるかっちゅうことですよ。いらないでしょ。飲む理由はみんなの胸の中にあるんだよ。乾杯。ぐー、これで鍋だから、あと日本酒なんでね、あとで日本酒飲みますから。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、白湯ねぎま鍋、鶏白湯ねぎま鍋なんで、ネギですね。ネギなんですけど、ネギまって大体こうやって切るんですけども、これだとね、結構食べ応えが出すぎちゃうんで、こうやって斜めに切るといいよ。うん、こうやって。で、これもあんまり細く切りすぎると具材感がなくなっちゃうん でここら辺は砂噛んでることがあるんで、よくね洗ってくださいね、これね。斜めでね、青いとこ捨てる方いらっしゃいますけど、青いとこ美味しいから食べとっちゅうください。はい、で、これでネギがたっぷりで、今回2本分、ニンニクね、ニンニク潰して粗みじんにしてください。潰してからこうやって切るとね、自然と粗みじんになりますんでね。ほらほらほら、どうですかこれ。だからね、もう材料切ってるだけで褒めてほしい。ほんとにこんな満身創痍で料理してるんだから。鍋にね、ネギを入れていきます。ネギです。こんなたっぷりのネギ、もううまいに決まってますよね、これね。鶏肉切りましょうか。もも肉がうまいよね。もも肉が鍋にするんだったらね、これ半分に切るじゃないですか。で、半分に切ったら、これ皮目下にして削いでいくね。そぎ切りスタイルでいきましょう。で、今回はね、まあまあ1人から、まあ、2人分の本当にちっちゃい鍋、簡易鍋というか、ね、少人数でも楽しめる鍋なんで、これで作るね、また締めがうまいんだよね。やっていきます。この部屋暑いんすよ。今年の10月なんでこんな暑いんだよね。もう暑すぎて厚み清しになります、これは。うん、ちょっと言いたかった。あれの今日のもちもちの餅で香りに続く暑すぎの厚み清し。じゃあ俺の生着替えが見れるのはこのチャンネルだけです。よっしゃよっしゃ。先生、土鍋でやると、土鍋ってね、炒めるのね、あんま向いてないんですよ、くっつくし。だからセラミックの鍋とかだったら、この工程を一緒にやっちゃってもいいんですけども、今回はね、ちょっと洗い物増えるんだけど、別の鍋でやります。油大さじ1入れます。これね、はい、鶏肉ね、まず入れちゃうんですよ。で、ここにね、お塩マナブを3分の1振りかけます。できればね、皮目をね、パリッと焼きたいんで、皮目をね、全部下にしてください。一回ね、この鶏肉焼いてから鍋にするのがすごい重要ですよ、皆さん。水をね、そこまで使わずにですね、鶏だしをすごく濃く食べるやり方なんですよ。
なんでちっちゃい鍋がいいです。もしくはもうちょっと大きい鍋でもいいんだけど、倍量やってくださいね。これね、もう鶏肉と長ネギだけでいいっていう、鍋は鶏肉と長ネギだけでいいっていう潔い鍋です。はい、じゃあどうでしょうか。皮からパリッと、おーいいですね。ほらほら、皮焼けてきたでしょ。あのパリッと焼くんですよ。こうやって鍋食べてても鶏肉のブヨット感がね出ないんですね。でここまでやったらちょっと火力落としまして、ニンニク、はい、この鍋の特徴はね、鶏肉をね一回焼くことなんですね。焼いて鶏の血を出して、でニンニクの香りをのせて、のせるんですよ。ニンニクもねちょっと色づくまでやります。全体的に柴系色になるまで、ニンニクの香りがどん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 出てきます。どん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 出てくるので、日本酒、これね料理酒、あのなんか料理酒じゃダメなんですよ、日本酒ですよ。あの清酒って書いてあるやつやってくださいね。あの料理酒だとね、あの塩味が加わっちゃうからしょっぱくなっちゃうもん。これ 100cc、 これ入れるとき強火にしてくださいね。はい、何をしてるかっていうと、一回ね鶏の酒蒸し作るんですよ。これ強火で沸かしてください。そうするとスープ鶏の油で白濁してくるんで、これ最高にうまいんで。そしたらこの酒の香りを感じながら酒を飲んでいく。僕に 30cc 加えてください。うまい、酒かき酒は最高ですね皆さん。そうするとね、あの鶏ってやっぱりねゼラチン質なもんね、皮がね、なんかねこう白濁してくるんですよ。このトロッとね、ちょっともうスープが白濁してくるの分かります。でもうちょい煮詰めましょうか。今ねアルコールはもうかなり飛んでるんですけど、もうちょい煮詰めて、酒入れて大体半量ぐらいになったら酒蒸しで、これをのせて、鍋、さっきの鍋のせて、これバーかけちゃいます。このやり方の鍋ね最高にうまいから。でここに水と鶏ガラスープをね加えるだけでね、そほわーほんとにうまいんですよ。これ水 150cc でしょ。まあ僕はウェイパーとかね、そうめんサンダーとか使うので、今回ウェイパー使います。はい、市販のね粉末の鶏ガラスープでもいいんですけども、これのね 1.5 倍以上は入れてください。はい、あの塩分量が違うんでね。でこれを入れて、ちょっと強めの中火ぐらいで蓋をして煮込みます。だいたいね、ネギが柔らかくなるぐらいだと10分か15分ぐらいやって、このまま煮込んでいきますので、10分後に会いましょう。はい、ということでできましたので、10分経ちました。こんな感じです。サイ&コーじゃないですか皆さん。ほぼできましたんで、ごまをかけていきます。ごまね、ごまごま大事です。ひねりながら入れるんですよ。そうするとごまの香りがねひしひしと出てきますんでね。鶏白湯ネギまな完成です。じゃあ鍋といえば日本酒なんで、日本酒いきたいと思います。じゃあいただきます。そのままでも美味しいんですけども、僕は酒飲めるので塩少し味調節してください。トロトロのネギと肉一瞬食ってください。香りやべえな、これ。ああ最高にうまいね。ネギがトロトロ、鶏と塩が効いたねこの味最高ですよ。これニンニクの炒まった香りと鶏の炒めた香りもあるんで、すごく香ばしい。うん、ネギが主役かもしれない。一緒にこの鍋をつついてくれる仲間を呼びたいと思います。タカオ、今日は僕の、スタッフでも何でもないですけども友達のタカオがあの10年来の付き合いなんで遊びに来てたんで、もうちょっと出てって言って無理やり出てもらいました。そんなうまいこといいの？大丈夫よ、達也の回答見てよ。いや、確かに。はい、じゃあ乾杯。はい、はい、乾杯。えい、食べていただいていいですか。いただきます。鶏出汁がかなり効いてるんだ。食べてみて。あ、ネギもいいね。スープの旨味がガッと染みてるんですよ。手がめっちゃうまい。本当にすごい。ネギ主役って分かる分かる。やっぱそうでしょ、うん、鶏の酒蒸しを鍋に生かした感じだから、だしはすごい効いてんだけど、ぱってりじゃなくてあっさり感。
ゆず胡椒を切っていただいていいですか。ネギと一緒に。ネギと一緒に。ネギとかけてください。うん、これかな。これでしょ。うん、これだな、うん、手の震えが収まんない。もうちょっと飲んだら大丈夫ですこの鍋でも最高にうまいんだけど、締めが一番うまい。ちょっと締め作るから日本酒3杯ぐらい飲んで待ってて。はい、ちょっとこれから最後の締めやるんで、うん、中華麺、茹でた中華麺、うんうんうん、中華麺ね、うんうん、はい、うん、これを残りのスープに。ちなみに高尾は俺ん家に遊びに来てるのが NHK に撮られてるんで、その時も撮影があるって言ってないこれちょっと小ネギ入れて。あ、いいね、小ネギ入れて。でラーメンなんで鶏そばなんですよ。鶏そばでブラックペッパー、これ最高の締め。これ締め鍋の締めレベルで言うとかなり高ランク。じゃあちょっと煮込みラーメンいってください。ちょっとちょい美味しいよあった方が締めとして。はい、じゃあいただきます。いただきます。うん、ちょい塩いいね。これが締めっす。胡椒も効いてて、うん、あ、いいね、これ締めちょうどいい。うめぇ。あ、どうぞどうぞ。あ、ちょっと震え止まってきたね。うん、あー、ほら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 。あー、柚子胡椒ちょっと。柚子胡椒ちょっと、うん、あ、最高、うん、ちなみに高尾はずっと俺と達也とバカやってましたそういう、そういう仲です10年ぐらい、うん、料理うまいね。いやいや料理研究家だっつの次の動画もちょっと出てもらって OK です。 OK です。 OK です。はい、はい、はい、カットカットはい、もう終わりにしてどうだったどうだった。遊びだよ、ちゃんと。いや、俺だね、みんなすごいな。みんなよく最初はみんな今日緊張してたよね。全然、うん、いや、なんかね、うまいこと、うん、俺から見る分にはちゃんと、うん、やれてるから。あ、編集か編集してんの編集あ、そう、うん、編集があると思っちゃってるから。あ、面白くなくてもどうせカットするなるほどそんな感じなんだ。そんな感じ最初はそんな感じなんだ。なんかあんま緊張してない。